今回は西洋の呪術第32回で西洋の呪術第4回の強化版です。取り上げるのは野生の魂の呪術、集中の呪文、勝負の呪い、この3つです。それでは本題に入る前に、このチャンネルでは皆さんの人生を明るく楽しくする動画を送りますので、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それでまず最初は野生の魂の呪術です。これは野生の強い力を身につけ、強く勇気のある人間になる呪術です。それでは野生の魂の呪術のエネルギーです。終わりました。次は集中の呪文です。これは雑念を取り払い、勉強仕事などに集中できる呪術です。それでは集中の呪文のエネルギーです。
終わりました。次は勝負の呪いです。これは勝負に強くなる、勝負に勝つという呪術です。それでは勝負の呪いのエネルギーです。終わりました。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。